主任の村井健太郎です。マコリーヌです。今日は鳥山明先生を特集してお届けします。はい、もう本当にニュースびっくりしちゃいましたけど、なんか嘘みたいな感じで突然でしたからね。そうですね。でちょっとこう飲み込むっていうか、こう自分で時間がちょっとかかりましたけど、はい、はい、あの鳥山明先生、1955年昭和30年の、お生まれです。はい、はい、で1978年に少年ジャンプに読み切り作品のワンダーアイランドでデビューをされて、1980年からドクタースランプ超人気作品の連載がスタート。まあ、その後はドラゴンボール、はい、まあ、様々なドラゴンクエストなのだとか、いろんな作品、ね、キャラクターデザインとか名作をたくさんたくさん残されていますし、まあ、現在もドラゴンボールの映画の方の多分仕事に取り掛かっている、ところだったと思われるので、まあ、とても本人も、残念だろうなとは思いますね。うん、それとちょうどあのサンドランドの、はい、その後の展開というので、フォレストランドが発表された直後でもありましたね、はい、その訃報が届いた時が、はい、いやもう残念ですね。はい、まあ、本当にあの僕このラジオの中で、まあ、大友克洋の話をよくしていて、大友克洋以前と大友克洋以降というふうにもう変わってしまったっていう、はい、そこでものすごく大きい変化があったって話をしますけども、うん、やっぱり鳥山明、も同じで、鳥山明以前と鳥山明以降では漫画というか、まあ、その絵に対する、みんなの考え方がもう全然変わってしまったと思うんですよね。はい、で僕もそれを実際子供の頃に体験している一人で、うん、まあ、デビュー作ワンダーアイランドの短編が、少年ジャンプで載った時にリアルタイムで読んでいて、うん、でまあ、とにかくこんな絵描ける人いるんだっていう、その、まあ、もちろん漫画時代にもそのすごく驚いてるんですけど、はい、とにかくその絵に驚いて、で、そうですね、絵の描き方が漫画っぽくなくって、うん、で鳥山、まあ、あの明先生は、まあ、漫画を描かれる前にデザイン事務所で働いていたので、はい、まあ、そこでイラストレーターと、うん、デザイナーとしても仕事、会社員、ね、うん、されてた時があって、あの仕事をされていたことがあって、うん、やっぱりデザイン的だし、うん、とても表現はイラストレーションっぽい、うん、表現だったんですよ。線が綺麗だし、うん、かっこいいですよね。で皆さんね、多分イメージにあると思うんですけど、袋文字って言ってね、はい、まあ、ロゴマーク、真似しました。ロゴマークなんかもそうなんですけど、はい、あとちょっと立体的になってる効果音とか、ああいうのを、まあ、カタカナでも書いたりするんですけど、うん、英語とかを使うところとかがすごく、なんか別にアメコミを意識してるとかではなくて、うん、当時の70年代とか80年代の頭ではすごくこう垢抜けて新しい感じがして、はい、それはあの大友克洋だったり、それから江口久志さんとかとはまた別のベクトルが全然違う、うん、あの絵の表現というか表現の方法だったと思います。でそういうも、うん、あの江口さんもそうですし、まあ、パイレーツとドクタースランプって同時期にジャンプに載っていますから、これから新しい表現をしようとか、うん、新しい漫画を作ろうとかっていう、まあまあ、ご本人たちにそれだけの、まあ、当時思いがあったかどうか分からず、自分でこれがかっこいいと思ってたものを作っていたとは思うんですけども、うん、そういうものが結果的にすごく漫画としての新しい表現、漫画の幅を広げていくっていうか、まあ、本当に何だろう、世界的にもあの有名な、漫画ってものをこう仕上げてくれた人。そうですよね。だから日本の漫画を世界にこう知らしめてくれた人でもありますよね。うん、まあ、追悼があの世界各国から、ね、マクロンさんって色紙もらってたんですね。びっくりしましたけど、すごいびっくりしましたけど、私あの小田栄一郎さんのコメントとかもね、うん、もう刺さりました。僕ね、でもああいう時ね、あの、うん、コメント出すのしんどいだろうなと思うんですよ。あのやっぱり小田栄一郎さんだったり岸本さんだったり、はいはい、そのやっぱり、まあ、鳥島さんもそうですけど、その近かった人たちは、うん、ああいう訃報が出ると、まあ、コメント求められるので、うん、書かなきゃいけなくなるっていうのも、それもね、
本人たちなかなかきついだろうなと思いながら。本当ですよね。でもあの小田さんのなんか漫画ってこんなこともできるんだ、世界に行けるんだという夢を見せてくれました、突き進むヒーローを見ているようでしたっていう言葉がすごくじんときました。そうですね、まあ、小田さんは本当にあの鳥山先生の影響をすごく強く、あの受けていて、絵の面でもそうですし、はい、漫画自体を、作るっていうこと自体に関してもすごく影響を受けているということが、まあ、特にあのワンピース連載当初はすごくそういうことを思いながら読んでいましたから、はい、うん、まあ、今は完全に小田栄一郎の世界っていう風になってはいますけどね、うん、でも本当にたくさんのたくさんの人に影響を与えた人だと思いますし、これからもね、多くの人に影響を与え続けていくと思いますけども、もうなんか私もこう何かまた読みたいなとも思いましたし、あられちゃんのアニメのドクタースランプあられちゃんの第1話をAmazon プライムで見ました、うん、もうねすごいなと思いました改めて。そうですね、ちょっとした社会現象というか、あられちゃんだからちょうど世代なんですよね。そうですよね、あられちゃんってあの作品自体をドクタースランプあられちゃんだと思ってる人も結構多いんですけど、漫画はドクタースランプのり巻きせんべいが主人公ですからね、うんうん、だからそれがこう、まあ、あののり巻きあられがヒットして、はい、まあ、だん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 頭身がちっちゃくなってきてみたいな、最初は割とちゃんとしても頭身がね、そうなんですよ、そういつの間にかこう頭がどんどん大きくなって でもやっぱり鳥山先生の僕は最もすごいというか新しく当時の人が誰もやってなかったことをやったっていうのはやっぱりディフォルメだと思うんですね。そのディフォルメのうまさがもうなんつうかこう初めて見るっていう感じだったんですよ。それはあのイラストレーションとかでもなく、で海外のものでもなく、まあ、いろんなものが混ざっているんだけども、でもこんな絵初めて見たっていう、それはやっぱり鳥山明、先生の得意なディフォルメですね、ディフォルメの仕方のものすごく、だそれは人間もそうですし車とか飛行機とかメカもかっこよかった、メカに関してもディティールを全部残したまま、ディフォルメをする、でそのディフォルメのバランスが絶妙で、すごくかっこよい、かわいい、かっこいいみたいな、そう、あと色とかもね、そうです ね、いや毎週ねドクタースランプもそうだしドラゴンボールもそうだけど、まあ、表紙がすごく楽しみで、扉絵を楽しみに待ってましたね毎週毎週、本当に、でそのあられちゃんの1話を見たんですけど、はい、テンポ感がもうすごくて、でずっと笑ってるっていうか、なんかギャグもセンスがすごいじゃないですか。そうですね、ギャグが ね、 ね、あのいわゆるちょっとまあベタっていうか、まあ、下ネタも多い、前も話したことありますけど下ネタって言ってもね、いわゆる可愛い下ネタですけどね、はい、あの鳥山先生はパンチラとか結構初期の作品、まあ、ドラゴンボールの前半までかな、は結構多いですからね、あのキャッチーさっていうのがまたね、ポップですね、ポップですよね、で、まあ、亡くなられていろんな人たちが追悼 の、 あの、まあ、絵を、たくさんあげたりだったりとか、鳥山先生にいただいた色紙だったりとかっていうのを画像を上げてたりとか した中で、あの小説家の高橋遥さんが昔もらったネームっていうのを上げてたんですけど、はい、ネームじゃなくて下書きじゃんっていうそのレベルのやつそんなすごいんですね、すごかったですね、ほぼ下書きでしたね、ほぼ下書きというか下書き以上っていうかくらいのクオリティでした。あとその今思えばあられちゃんとかも子供も面白いし、大人も面白いっていう、はい、そこのどっちもあの、うんちツンツンとかは子供が、ね、喜ぶ感じだけど、なんかこうスーパーマンとか、ウルトラマンとかがこうちょっと、そう、ね、登場したりのどかな時代ですよね、そうゴジラもよく出てきましたし ね出てきたりとか、なんかこうウルトラマンのキャラがセミみたいになって木に止まってたりとか、そうそうそう、あの辺のディフォルメのうまさは、だから僕このラジオで話したことあると思うんですけど、結局鳥山明先生が作ったああいうこうサブキャラ の、あの花だったり太陽だったりとか、太陽がサングラスかけてるやつとか、ああいうのが
結構ゆるキャラのベースになってるとかのデザインになってると思うんで、そういうキャラクターデザインにもものすごく影響を与えた人だと思いますね。はい、うん、あとなんかあのドラゴンボールとか、うん、そのあられちゃん、はい、改めて見てて思ったんですけど、うん、のり巻きせんべいとか、はい、そういうネーミングセンス、うんうん、みんながこう知ってるものをアレンジする、ね、うん、なんか天津飯とかベジータとかみんな聞いたことがあるベジタブルだったりやむちゃに中華料理だったり、うん、その名前のセンスとかも、うん、やっぱりすごいですよね。すごいですね。なんかみんながやっぱり親しんでるものからアレンジしてるっていう、キャッチーな何かをこう生み出すっていうところもすごくこう鳥山さんの才能だったと思います。はい、というわけで音楽一曲ね、はい、うん、リクエストたくさん今回いただいていまして、はい、お届けしたいと思うんですが、正文さん、タイピエンコさん、はい、ラクダさんからリクエストをいただいていました、うん、水森アド、コオロギ73、あれあれあられちゃん。主任の村井健太郎です。マコリーヌです。今週は鳥山明先生の特集です。はい、やっぱ先生って言っちゃうな。うん、うん、ですよね。もう本当にあのそれでメールをですね、はい、たくさんたくさんいただきました。急に変更したにもかかわらず、そうですね、本当にたくさんいただいているので、あの紹介をしていきたいと思います。はい、そしてハッシュタグ漫画研究室でもたくさん、うん、つぶやいていただけると、はい、X でも思い出とか、うん、皆さんいろいろあると思いますので、みんな好きな作品がたくさんあると思います。こちら先ほどあれあれあられちゃんにリクエストをいただいていました、はい、タイピーエンコさんです、はい、おはこんばんちは。おはこんばんちは。鳥山先生が亡くなったのにこんなに軽い挨拶から入ってすみません。いいえ。親しい友達に手紙を出す書き出しにこのフレーズ、今も便利に使っているんです。うん、ああ、そうなんだね。え、うん、鳥山先生を知ったのはドクタースランプあられちゃんがアニメになってからです。うん、当時21歳の OL でしたが面白くよく見ていました。はい、絵柄がポップで少年漫画だけど女の子にもとっつきやすかったですよね。いろいろあって会社を辞め飲食店でバイトをしている時、お店に置いてあった少年ジャンプでドラゴンボールを新連載からバイトを辞めるまで読んでいましたが、あ、そうなんだ。悟空がまだ子供すぎて後に世界中で愛される大ヒットになるとはその頃想像もしませんでした。うん、夫がジャンプを長年愛読していたのでドラゴンボール終了時は時々掲載される短編作品を読んでいましたが、うん、激しいバトルではなくて心が温かくなる作品が多かった気がします。はい、もう新作が読めないのは寂しいです。ご冥福をお祈りします、という、うん、はい、いや本当にそうですね。なんかね、うん、ドラゴンボールの話が、はい、連載当初の話を書かれていたので本当にね、最初は悟空がすごく可愛くて、そうですね、子供でね、うん、もちろん尻尾もあって、うん、で最初はねドラゴンボール探す話だったんで、そうそうなんですよ、ドラゴンボールを7つ集めるっていうね。そうなんですよ、はい、カラーページがめちゃくちゃ綺麗だったのが本当に今もはっきり覚えてますけど、その悟空が強くなってね、うん、スーパーサイヤ人、うん、はい、なんかその流れっていうのもすごいやっぱりドラマがあったし、うん、そうですね、思い出しますね、いろいろ。ドラゴンボールさっき言った扉絵で言うと1話の扉では悟空の顔って全部見えてないんですよね。お、車が乗るバイクの後ろに乗ってるっていう絵なんですけど、はい、だったと思います、確か、はい、はい、こちらじゃあベホエミさん、ありがとうございます。ありがとうございます。マコリーヌさん、村井主任、こんばんは。こんばんは。鳥山明先生の訃報はあまりにも突然で気持ちの整理がなかなかつかない感じでした。本当そうですね、僕もです。鳥山明先生といえばドクタースランプやドラゴンボールが一般的に知られていますが、うん、鳥山明先生デザインのプラモデルもありますね。プラモデル、はい、特にファインモールドというミリタリー系のプラモデルを提供しているメーカーからリリースしているワールドファイターコレクションシリーズというデフォルメした
兵隊のフィギュアのプラモデルがあるのですが、いろんな国の人の特徴を捉えてデフォルメをして描かれているボックスは、ボックスアートはすごくコレクション性が高いと思います、うん。その鳥山明先生のイラストが描かれている説明書が中には入っているということで、しかしこのメーカーのロゴまでデザインされていたとは知りませんでしたということで、わあ、やっぱロゴもだったんですね。これね、僕このプラモデルの存在は知ってるんですけども、それ自体をこう本物を見たことはないので、ぜひ見てみたいなと思っているものの一つですね。で、鳥山明先生、モデラー、はい、プラモデルを作る、うん、モデラーとしてもとても有名な人で、その界隈では、はい、そちらでも先生と呼ばれるような人で、プラモデル の作る技術もすごく高かったんですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。下っぺさん、ありがとうございます。こんばんは。かなりショックすぎて何を書けばいいのか分かりませんが、うん、初めてドクタースランプアラレちゃんをアニメで見たときはあまりにも綺麗すぎて、こんなアニメは他の人では描けないかもしれないと感じましたね。綺麗っていうの分かります、うん、ときめきをもらえたイラストだと思いますということで、絵がねやっぱり印象的、だったっていう人は結構多いと思いますね。はい、こちらはしのえむさんです。虚勢オツとはこのこと、うん、鳥山明先生が奇跡に入ってしまいました、はい、小学生の頃からドクタースランプを読み、ファミコンのドラゴンクエストのキャラクターデザインをしたと聞けば予約して購入し、はい、ドラゴンボールとともに青春を過ごした身としては本当に残念でなりません、うん、本当にそうですね、うん、私は特にドクタースランプの昔のコミック表紙絵が好きで、うん、人物、はい、動物、乗り物、うん、機械、うん、それぞれどれも素晴らしいデフォルメ感と細かい描写は他に類を見ない今でも唯一無二の作家であったと思います。はい、彼がいたからこそその後彼を目指して絵を描かれた人も多かったと思います、うん、鳥山先生のご冥福をお祈りいたします、はい、ということでいただいてました。やっぱりデフォルメのうまさっていうのはすごく印象に残るし、うん、それまではデフォルメされた可愛い絵は描き込まれてないものだったんですよね。鳥山明先生はその結局デフォルメされたものにもディティールを緻密に描き込むっていうところがすごく新しくて、ご本人は多分それ自然とやられてたと思うんですよね。すごく意図があって書いていたとは、うん、じゃないかなと思うけど、はい、でもそこがすごくやっぱりかっこよかったですね。表紙は本当、うん、コミックスの表紙もねびっくりしまして、出るたんびにうまーと思って。あと乗り物とか動物ね、動物もいろいろ出てきましたよね。ですね。だからご本人スターウォーズ大ファンだったから、はい、スターウォーズに出てくるようなドラゴンに乗ってるアラレちゃんとかね、はい、スターウォーズメカっぽいのに乗ってるアラレちゃんとか、うん、そういうのたくさんありますけどね。どなたかが X で言われてましたけど、ジャンプの表紙、はい、全部表紙に使ったやつもそうだし、扉絵も全部そうだから、なんかまとめた画集をぜひ高くてもいいから出してほしいっていうのは誰か言われてて、確かにそうだなと思いましたね。そうですね、まとめるのは大変だと思いますけども、そっか。こちらショコラテリーヌさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。マコリーヌさん、村井主任、こんばんは。こんばんは。鳥山明先生の特集、訃報に愕然となりました。昨年夏に見たサンドランド、見に行きました、うん、私もサンドランド、サンドランドのゲームの CM が流れ始めたところでしたかね、はいはい、でまだまだいろんな作品が見られると思っていたのにとても残念です。鳥山明先生、ドラゴンボール、ドクタースランプ、ガチ世代の私と読んだことはない娘は再放送のドクタースランプを、うっすら見た記憶で、ゲームドラクエが一番身近だと。ドラクエがね、スライムとかね、スライムのデザインってやっぱね最高ですよね。秀逸ですよね、本当に。マシリト博士やニコちゃん大魔王、ナンセンスでなぜか憎めないキャラたちが好きでした。ご冥福をお祈りしますと、書いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、うん、
いやこれ終わらないですし、そうですね、はい、あと今回メール鳥山明先生もそうなんですけども、合わせてタラコさんの訃報、はい、についても触れていただいているメールが、はい、たくさんありました。続けてね、うん、これが発表されたので、はい、重なっちゃってちょっとしんどいですよね。ですよね。本当ね、本当に辛いなというところもあるんですけども、まだまだ、ご紹介したいメールもあるので、そうですね、今日あられちゃんの話が割と、うん、そうですね、はい、多かったかなっていう気もしますので、うんうん、まだまだ他にもね、サンドランド、はい、もそうですし、まあ、僕は最後、連載としては最後かな、まあ、不定期連載はもう一個あるんですけども、はい、銀河パトロールジャコ、はい、ジャコはものすごい好きでしたし、まあ、その前に、短編集がたくさん出てますけども、はい、短編集もきっと鳥山明丸作劇場っていうので単行本になってますけど、はい、その辺にの貼ってる作品とかね、ドラゴンボールのこともまだまだ、うん、まだまだ話していきましょう、うん、はい。というわけで最後まで聞いていただいてありがとうございました。番組ではメッセージやリクエスト、取り上げてほしいテーマを募集しています。漫画@rkk.jp までお寄せください。番組のツイッターもあります。アカウントは漫画 rkk です。ハッシュタグ漫画研究室でも感想などつぶやいてくださいね。それではまた次回をお楽しみに。